ばんは。 FC 東京ホットラインの時間です。今日は三田さんが風邪でお休みのため、代わって私田辺が番組 MC を務めさせていただきます。不慣れな点もあると思いますが、前田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。田辺さんはサッカーに関しては詳しいんですか？三田さんにフットサル連れてってもらったりしますよ。あ、そうですあの FC 東京はご存知ですか？はい、知ってますが、選手で言うと平山壮太選手知ってます。あ、平山選手、はい、あの FC 東京でもね、今週ね、あのワールドカップ最終予選でね、代表選手長友選手とかね、河野選手も選ばれてたんでね、ぜひね覚えておいてほしいですね。はい、勉強したいと思います。さて、 J リーグは開幕まで1ヶ月を切りました。FC 東京もいよいよ3月7日の開幕に向け実戦モードに突入したとのことです。明日からは宮崎、都城での第二次キャンプも行われますが、今日はこの1週間に行われた練習試合などの模様をお伝えします。この番組は東京ガスの提供でお送りします。ハートにワイルド、ボディにヘルシー、グレートテイストゼロシュガー、コカ・コーラゼロ。芸人 VS 女子プロのゴルフ真剣勝負、それが吉本ゴルフクラブ。今月は私、蛍原徹と村上昌司が大塚プロに挑戦します。どうぞお楽しみに。はい、さて、 FC 東京は都城での第二次キャンプを前に、およそ1週間にわたり小平グラウンドでの練習を行いました。先週土曜日には小平グラウンドで今年最初の練習試合を水戸ホーリーホークと行いました。早速 VTR をご覧いただきましょう。7日、小平グラウンドにて水戸ホーリーホークと30分のゲームを4本行う練習試合が行われました。今季初の練習試合にサポーターおよそ1300人が集まりました。 FC 東京から期限付き移籍の森村選手も出場しています。まずは1本目の開始早々、右サイドから攻め上がった大竹選手のクロスをゴール前の梶山選手がヘディングで合わせ、練習試合ではありますが今シーズンの初ゴールを決めます。そうですね、このシーンですけどもね、梶山選手トップ下に入ってるんですよね。これもね、今季ね新しくチャレンジしてるんですけど、こういうシーンが増えるとね、今シーズンね得点増えそうですね。さらに2本目に入ると右サイドを小山選手が突破し、ペナルティーエリア内で倒され PK を獲得。これを平山選手が落ち着いて決め2点目。これもですね、サイドバックの小山選手が非常に高い位置でプレーしている、これもね、ジョーク監督がね、求めているところなんですけども、こういうシーンがあるとね、チャンス増えますよね。2本目の終了間際には大竹選手のフリーキックから抜け出した金沢選手が冷静にゴールに流し込み3対0とします。これもね、左サイド金沢選手高い位置でやっぱりプレーしているからこそこういうシーンが生まれると思うんですけども、やっぱりね、この辺ね、ジョーク監督ね、今シーズンかなり攻撃的に狙ってるなっていう感じしますね。この後近藤選手のゴールなどもあり、終始 FC 東京ペースのまま練習試合は4対1で勝利しました。自分の役割どんな風に意識してますか？まあ、トップ下だったのでゴール前に入っていくのと、そういう、まあ、得点に絡むっていうプレーは、まあ、意識してやったので、まあ、点につながったのも良かったかなと思います。今年はやっぱりチームとしても優勝を狙ってるので、やっぱりもうこれからゲームが続いてくると思うので、しっかり、まあ、いい状態に持っていけるように、まあ、怪我とかも気をつけないといけないので、まあ、気持ちの入ったプレーをもうどんどんやっていきたいなと思いますけど、今年の特徴でもあるように、ちょっとサイドバック高めっていうことなので、そこに対する、まあ、全体でのこう動きというか、まあ、そういう意思統一みたいのは持って入りましたけど、実際金沢選手がかなり高めの位置でこうずっとプレーしているような場面もあったんですけれども、そういったこう状況で特にご自身気をつけていることとかってありますか？そうですね、やっぱり特にボールを取られた後の切り替えっていうか、高い位置取っているのでスペースは、空けてしまっているので、そこのこう
ケアというか切り替えを早くしないと大きなピンチを招くことになるので、その辺は意識してますし、まあ僕だけじゃなくて、他の選手とのそのコミュニケーションで、うまく対応できるようにというふうにはしてますけど、まあ、最初なんで、まあ、いろいろこううまくいかないことっていうのは多く出てきますけど、それをこう積み重ねによって、徐々に変えた対応できるようにしていきたいなと思いますけど。サポーター1300人の中で4対1で勝ちましたが、前田さん、チームの調子いかがですか？そうですね、まあ、この時期ですからね、はい、まあ、結果、まあ、相手も